ゆっくりの、怖い話。関西テレビ。深夜に関西テレビを見ていた人がスレを立てた。関西テレビの夜景を映してるところに、猫がいる。いやめっちゃ赤いだけなんだけどね。どういうことでしょう。猫が血だらけで赤いのか。びっくりした。急にザラザラになった。砂嵐しか見えないけど、俺も見てた。ちょっと怖かった。他にも見ていた人がいたそうです。またかよ。また赤くなった。なんなんだこの関西テレビ。これなんで赤いん。なんか危ない予感がする。ざわ、ざわ。複数人が反応するあたり本当に赤い画面が表示されているのかな。なんで赤いのこれ。気になってテレビつけたじゃないか。赤い。そろそろ日が昇るからじゃないのか。今なんか横切らなかったか。前のバイト先の人がこれ見ながら寝たら落ち着くとか意味不明なこと言ってた。ネタで言ってる人も多そうです。赤いって、全体が赤っぽいってこと。テレビの画面に赤いフィルム貼ったような感じになってる。誰か画像貼ってくれよ。これは映像が赤いだけなのか、実際に外が赤いのかどっちだ。俺たまに見てるけど、プラズマ的な何かが映った時あったよ。どこまでが本当なんでしょうか。あの青いやつなんだろうな。暗視カメラなんじゃねえの。あの青い掲示板消してきてよ。青いのラブホじゃねえの。などと住人たちはわちゃわちゃ深夜のテンションを楽しんでいました。しかしそこに、地震に起こった異変を報告する者がいました。なあ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 、窓から赤い光照らされたんだけど、なあ外から赤の光これ何、救急車とか来てないんだけど。これ以降画像が貼られますが全てリンク切れです。これは、マジ怖いんだけど。それは窓に映ってるのか、マンション。窓、正直、マンションじゃない、まだ照らされてる。勇気を出してオープンザドア、そしてウプ、どうやらお迎えが来たようだな。落としなかったんだけど、怖いけど障子開けてみる。消えた。パソコンやってる側の窓が開かなかった、向こう側俺の庭なのに、誰か入ってきてるぽい、見てくるわ。普通に考えて怖いだろ。お前フラグ立てすぎ。お前、用心しろよ。誰かが入ってきてるって。彼のことを心配する住人たち。マジわけわからん。なあ幽霊って足とかがないとかじゃなくてマジで外見から見たら人なの。物によるんじゃね。お帰り、霊だったのか。霊かはわからん。俺が見たのは外見的に人だったんだが。まあとりあえずウプレと。警察は、さて眠気と戦いがてら聞かせてもらおうか。朝を迎えたからか住人たちは冷静な反応をします。すまん、トイレから出れんかった。恐怖で緊張したからかわからんけど重い。書きたいことあるんだが戻ってはトイレのループ。待ってた人すまん無理子すまん。なんだよどうなったのか気になるじゃねえか。続き気になる人いないと思うけど個人的にこのままじゃヤバいんで落ち着いたら改めてすれ立てようと思う。これ書いたら釣り臭くなるけど、乗り移られた気がしてならん。待ってた人すまん。すれたい教えて、寝れねえじゃねえか。関西テレビの風景見てたら取り憑かれた。今頭回んなくてこんなすれたいしか思い浮かばん方。みんなすまん方。関西テレビ入れてくれれば検索する。こうしてこのスレは落ちていきました。そして翌日深夜。関西テレビの夜景見てたら取り憑かれた。昨日待ってた人いるか。落ち着いてきたから続き書こうと思うんだ。昨日はすまない。待ってたぜ。見てなかったけどな。見てくれる人いるか心配だけど昨日の経緯書いていくぜ。様子を見るに事態は落ち着いたようですね。昨日のスレを見ていない人用に簡単にあらすじをまとめていました。寺わかりにくいが昨日の流れ、わかりやすいように今から詳細書いていくぜ。見てくれる人いなくても書いていくぜ。はっきり言ってオチもないし面白くないかもしれんが昨日の詳細も含めて書き始めるぜ。俺の部屋には窓が2つあるんだ。玄関側と庭側。まず最初に玄関側の窓が赤く照らされたんだ。正直関西テレビの夜景でビビってたから窓が照らされた瞬間声上げてビビった。でも冷静になってパトカーか救急車だろとか思って放置してたんだ。でもまた冷静になってその釈光が不気味な動きしてることに気がついた。不気味に動いててさ釈光で字を書いてるような。もう俺超怖くて震えてたんだよ。こんな経験したことないし、関西テレビの夜景見てただけなのにって。でその時見たハンターハンターの表紙と目が合ってちびりそうになった。いやだいぶちびった。ついでに俺の部屋電球切れてて電気つかないからどうしようもなかった。困ったものです。人ごとすぎんよ。で、その後どうなったの？いろいろ考えて障子開ける覚悟できたんだ。で障子開けようとした瞬間釈光が消えたの。その瞬間体験したことないくらいほっとした。障子開けようか迷ったけどチキンだから開けないことにしてパソコンの席に戻ったんだ。パソコンの席戻ったのはいいんだが玄関の方から庭にかけて近づいてくる音がすんの。俺は冗談じゃねえぞと硬直してた。でパソコンの向こう側が庭側の窓になってるんだけど明らかにそこにいんの。庭が砂利石だから音がして誰かいるってすぐわかった。つまり仕掛け人が移動したと。家族は家には家族誰一人いない。あと除霊とか詳しいやついないか。ビップにいるわけないだろ。続き書いていきます。で、砂利石の音が止まらんかった。砂利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 ってずっとパソコンの向こう側でずっと音がするわけ。そんなこんなしてたらまたもや釈光が照らされた。俺は怖さ紛らわすためにビップに書き込んでた。ビップ書き込む前に警察呼べ。誰か友達に携帯で電話とかしてみたりすればよかったのでは。この件について心当たりは。マジレスする人たちが現れます。でもただのいたずらかもしれないと思って庭を見に行こうと思ったんだ。でも体が見に行くの拒否した。仕方ないから障子が破れてるところからあっちの姿確認することにした。で、
見たら離れてながらもちゃんといるんだ。障子から見てみると覗き込んだ瞬間いきなり目が合ってしまった。足踏みしながらニヤニヤしてるおばあさんと両手には釈光のライトみたいなんを両手に持ってた。怖すぎる。なんで俺がこんなビビってんだよ。次そいつ来たら動画あげて。こんな人がじっと見てきたら怖いですもんね。っていうか、なんかあるなら今から見に行ってやるよ。ヤバキャラ助けてやるよ。誰だよお前。オカルトに詳しいですか？正直今も体重くて体調悪い。除霊とか詳しい人いたらお願いします。VIP に何を期待しているんでしょうね。多分1秒も見てられなかったと思う。そして俺は今まで体験したことないくらい震えてた。俺は怖くて布団の中に閉じこもった。VIP にいないでお買いたいけ。助け求めたいんだがあの板怖い。VIP もオカルト板もそんな変わんないですよ。現在地をもう少し、大阪人にはわかる程度に、書いてみ、今こちらには何もない。すまん大阪じゃないんだ。わかりやすく言うと京都の南のウトロ地区があるんだがそこら辺に住んでる。ちなみに俺は違うぞ。俺は違うってなんだよ。意味がわからん。部落の住民じゃねえってことだろ。そういうことだお。ちなみにウトロ地区ってのは変な怨念の文字みたいな看板があらゆるところにあって気味が悪いところ。でもどんどんジャリジャリって音がでかくなってきて窓付近に迫ってきてるのがわかった。俺は布団の中で涙目。数分経ってジャリジャリの音が聞こえなくなった。ちょっとウトロの画像映してくれよ。ないなら、今から取りに行ってこい。すまん2年以上外に出てない引きこもりなんだ。すまんお、近くのスネークいたらそれこそ画像映頼む。マジでウトロとかやめとけ。悪いこと言わない。今日は誰かに来てもらいな。ウトロの方、知ってるよ。今京都にいたら行ってあげたいくらい。お前の文章読んだら寒気がした。いやちょっと待てよ。部落のばあさんはわかるけど、カンテレの赤い画像は何なんだよ。俺自体もわからん。オカルト系知ってる人なら関連性あるのか、とか思って。それにばあさんがブラックかどうかはわからない。見たこともないばあさんだったし、引きこもりだから当たり前だが。誰かを呼んではいけません。まずは北に行くこと。それが無理ならじっとしていること。ここへの書き込みも一切やめること。触発される人をこれ以上増やすとまたあなたに帰ってきます。お前もうこれ以上それについて話しちゃダメだ。今のVIPじゃそれ知らない人ばっかりだけど昔それで祭りになって死人も出たんだぞ。お前は夢を見ていた。それでいいじゃないか。意味深なことを書く住人たち。多分それっぽいこと書いてカッコつけたかっただけだよね。こういうスレには絶対自称霊感ありのやつが湧くな。決まって曖昧な表現で恐怖心を煽る。こういうスレには盛り上げてるのか知らんけど、オカルトネタで意味わからんこと言うやつ出てくるよな。当然のようにバレていますね。数分経ってジャリジャリの音が聞こえなくなった。それと同時に布団の隙間から少し覗いてみた。釈光も消えていて帰ったのか、と思ったら俺がさっき覗いてた障子の隙間からおばさんこっち覗いてた。俺は俺の家で唯一電気がつくトイレに音速で入った。ここで10分ぐらい意識なくなった。怖い話ではありがちな話だけど俺はもともと転換持ちでパニックになるとよくある。気づいたらねゲロ吐いてて体がずっと重かった。唯一電気がつくってどういうことやねん。トイレだけ電気代払ってんでしょうか。はっきり言って俺が一人で住むには大きすぎる家に今住んでる。両親は近所のトラブルで引っ越して俺一人だけここに住んでる。今日も来んのかな？怖えよ。そのトラブルってのは、騒音とか10時に電気全部消せとか、だから俺の家はトイレ以外電球なし。いろいろとおかしいだろ。突っ込み要素が多いですね。近所で、とりあえずもう引っ越せよ。それが一番だろ。なぜお前は引っ越さなかった？とりあえず心霊現象とかそういうのじゃなかったんだから安心しろよ。俺ニートだし引きこもりだし、家族と一緒に家にいても暗くさせてしまうだけだから、それが理由で一人で自宅警備員してる。自宅警備できてねえだろ。これは今日は一とおばさんとの再遭遇を実況中継だな。一任せたぞ。無理はするなよ。お前らが今日も来るみたいなこと言うから障子の隙間塞げた。てか障子は閉めるから怖いんだ。開けてしまえば問題ない。逆転の発想ですね。とりあえず何も起こってなければよかったです。今後何か、気象現象や身の回りに起こったことなど、があれば、2チャンネルや他のサイトでもいいので、相談してください。誰かが見つければ、科学的また非科学的な観点で、アドバイスしますよ。え、誰これ、てか誰かがアドバイスしますって自分は何もしないってことかよ。マジで自宅警備員じゃないか。自宅周辺も巡回しろよ。外回りも警備するんだ。あと、今のうちにトラップ作って仕掛けようぜ。なあ、やっぱ罠だよな。罠作ろうぜ。みんなで一の家にトラップを仕掛けるオフ開催の予感。一そっちの家で罠を作ろうとする住人たち。母ちゃんに電話してる。実況、見つかったの。だって。母親との電話タイムに入りました。電話終わった。どうやらこの家に人が住んでること隠してたかったらしい。目があったよって話したらあんた今すぐこっち戻ってこい言われた。お前は、いないことになってたんか。かわいそすぐる。よかったじゃん、今から行くのか。これは引っ越すしかねえな。家族引っ越して一人で住んでる期間は半年。飯は週に一度母ちゃんが持ってきます。多分VIP見てなかったら速攻迎えに来させてた。でも今の俺は違うワクワクしてたんだ。何にワクワクしてるんでしょう。やっぱりこの人かな。違うワクワク、何する気だ。もしかしてお前、戦う気か。ダメだこいつ、なんとかしないと。全部昨日あったこと母ちゃんに話したんだ。そしたらすごい慌ててさ、見つかったの。って覚え、今すぐ戻ってきた方がいい。迎えに行こうかって聞かれた。俺はもうちょっと考えるって返事した。絶対今夜も来るよ絶対。って焦ってた。母ちゃんは何を知ってるんでしょうね。それはもうわかったって。お前はどうする気なんだ。部屋の電気でもつけて挑発すっか。釣り臭くなってきた。布
通なら怯えるぞこの野郎。釣り臭いといえばずっと臭かったけどね。やめろ、やめるんだ、早まるな。そうだ、位置が逆に窓から覗いてればいいんじゃね。なんだろう気になって眠れねえよ。他の住人たちは釣りとか一切気にせず乗っかります。逆に窓から覗く、把握した障子に穴開けてくる。おや、これぐらいの穴でいいかな。なんだこれ、カッター刺したのか。もうさ、障子取っ払っちゃって。この反応を見るに本当に障子に穴開けたようですね。だな、障子取っちゃうよ。障子の一箇所破って青白いライト顔に当てて覗いてよ。正直生まれつきチキンのため障子取るとか無理す。蒸発方法いい方法ないか。赤い光は何だったの。おばさんの懐中電灯。そうだよ、ペンライトかわからんのだけどね、振り回してたよ。蒸発よりもまずは、また赤いライト持って現れたら、それを障子越しでもいいからウプだな。できるか一応。やってみる、俺はビップのスターになんだ。明日には母ちゃんのところ行くか。その後は武器を用意したり、自分の体を晒したり、ガリガリだとバカにされたりしてました。163センチ39キロだぜ。携帯で撮ってパソコン USB に繋いでます。痩せすぎだろこえよ。ほっせー、なんというスペック、間違いなくヤバい、絶対死ぬな、そのスペック。メガホン叩いて待機中。挑発して臨戦態勢に移ったようです。歌いながらメガホン叩いてたらガチでうるさーいって女の人がガチで叫んできて、自重してた。夜中にやったらそうなるよね。借光のババア挑発しようと思っただけなのに、テンション下がった、怖かった。おいこらふざけすぎだ、女はどこから出てきた。まさかこんな時間に外を一人で歩いていたわけではないだろ。バカモン、そいつがルパンだ。わざわざ外まで出てきたっぽい。てか多分顔は知ってる人、昨日のババアではない。母ちゃんから電話かかってきた。こんな時間にかけてくるか。心配らしい。そりゃ命に関わる問題だから時間は関係ないんじゃね。電話終わった。昔犬殺されたことやガラス割られたこと、あの人たちは何するか本当にわからないなど気をつけてって内容なだけだった。いや過去に一緒に住んでてなんでそれを知らないんだよ。だいぶボロが出てきましたね。そしてさらに時間が進み、なんか俺ビビってきたんだけど。今さらビビり始めます。震えてきたガチで。今までの意気込みは何だったのよ。しっかりしなさい、あたいたちがついてんじゃないの。ビッパーがついてても何も役に立ちません。放送終わった。ここで今日の関西テレビの放送が終わったようです。赤い、なんで赤いんだろうな。今日も赤いようです。画面砂嵐、ビビった。いきなり砂嵐ビビった。うわーって声出た。今日は砂嵐になったようですね。その頃息は、ちびった吐き気する俺涙目。息もビビっていました。やばい来たかも。ここでとうとう話が動きます。数人家の前にいるかも。来た、気をつけろ。本気でビクってなった。母さんに電話しろ、早く。家の前で話してる。窓開ける勇気ない。いよいよ戦闘開始か。ちょ、隠れろ、もしくは逃げれ。先手必勝だからな。有無を言わさず金属バットで叩きのめせよ。息が捕まっちゃうよ。玄関側窓から確認してみた。4人いる。昨日のババアも手にいっぱいなんか持ってる。そしてここで次スレに進みます。見つかったら死ぬ気がする。まだ家の前借光なし。見つかったらヤバい気がする。窓になんかぶつけてきた多分石。怖い、吐きそう。助けて。警察に電話だ。手遅れになる前に一待ってろ。俺が駆けつける。青森から。親にはよ電話しろや。なんか持ってるってなんだよ。ナタとかじゃねえだろな。親か警察か、もしくは青森の人か、どれかを頼った方が良さそうです。庭入ってきた。一人玄関のドア叩いてるんだが。マジで通報しろ。母親に電話しろ。待ってろ、始発で行ってやる。大阪から。やはり警察か母親か大阪の人か、誰かの力を借りた方が良さそうです。電話繋がんねえ。で、ろくそがくくそ。はい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 、庭側の窓赤く染まりました。セックスしたかった。玄関窓も庭側の窓もどんどんと叩いてる。プレステ値下げきたー。え、プレステが安くなるんですか。たった5000円じゃねえかよ。まあまあ安くなったんじゃないですかね。シリアスな展開、そしてエロス、そしてプレステ。うわーなんだこれ。エロなんてあったか。もうはよ落ち着けて、耐えられん。収まった。唐突に収まりを見せる位置。隙間誰か覗いてるかもしれんが見れん。怖いよ。金属バット持った？マジ怖い。今一時的にかしらんが収まっさ。来た来た、どっか窓割れた。逃げる。収まっていなかったようです。しかしこれ以降1は現れませんでした。おい、1はどうなったんだよ。おい、ババア、1くんはね、転校しちゃったんだよ。嫌な事件だったね。まだ右腕が見つかってないんだって。楽しい時間だった。これで1が死ねばさらに楽しかったのに、残念だ。1は帰ってきませんが、住人たちは十分楽しめたようですね。オチはつかなかったけど、これはこれで面白い終わりになりました。と思いきや、別の掲示板に避難所が作られました。こちらの方に場所を移して、一部の人たちは1の帰りを待ちわびていました。おはよう。1ヶ月ほど経った頃、トリップをつけて現れました。本当は降臨せず風化するの待とうと思ったが、あらが来たんの。頑張ってる姿に心打たれた。話せること少ないけど少しの間話すよ。通過誰もいないよな。1ヶ月待ってたみんなのために3分待ってやる。あらがきという人が必死にスレを保守していたみたいですね。キャシャリン体浮くしろ。何から話せばいいだろう。
ゆっくりあの後のこと書いていくけど、お前らが想像してるほど怖くも面白くもないんだぜ。余談だが今では家を引っ越し、新たなる場所で自宅警備員を務めております。それだけ。おお、一無事でよかった。まだ自宅警備員なのね。でも生きててよかった。あれから3キロ痩せたよ。36キロの成人男性とか八尺様より怖いだろ。10月10日の最後の書き込みを書き込んだ直後、俺は慌てて金属バットを片手に持って逃げようと試みた。俺の部屋の襖を開けて逃げようとしたら、一人の男がリビングに入ってきてた。割った窓から入ってきたらしい。その男は見るからに目が入ってて、外事っぽかった。そんで手には銃持ってたから、その瞬間俺死んだって思った。ついでに男か小島よしおにそっくりだった。それと銃っていうかショットガンみたいなやつな。よしおは戦じゃあ。ってすっげー大声で叫びながらショットガンを俺に向けてきた。俺はダメ元で玄関から外に出ようと思って駆け出した瞬間、俺に向かってよしおは連射してきた。玄関まで駆け出した俺に耳や首に数発 BB 弾当てられた。声上げるぐらい痛かったけど玄関の前まで逃げてドア閉めた。だけど外の玄関前にも人がいて玄関ぶったたいてる。よしおの大声に反応したのかリビングにもう一人来たみたい。よしおと何か大声で話してて、殺すってのが聞こえてきた。もう慌てて外の玄関前にいるやつぶっ殺す勢いで玄関のドアの鍵開けて外出た。外のすぐ玄関前にやつがいるって分かってたから勢いよく玄関のドア開けてぶっ飛ばそうと思った。早くしないとよしおのやつらが来ると思い迷うことなく実行した。まず素早く鍵を開けて、ドアノブに手をかけ握力かける体重かけるスピード、渾身の力を込めてドア開けた。そして渾身の力を込めてドアを開けた結果、俺より体型が小さいババアが少し吹っ飛んだ。キリ、よく見ると初日に赤いライト照らしてたババアだった。吹っ飛ぶババア想像したら笑える。相手の両手にはペンライトのようなライトのみ、凶器はないと判断して俺は片手に持ってた金属バットで足に突きを入れた。ババは下に倒れ込んだ。手加減して突き入れたつもりだが痛かったらしい。ちょっとやりすぎたって思うけど正当防衛だからいいよね。そしてヨシオたちが近づいてくる音がしたので俺は逃げた。よく見ると俺の家の前に自転車が2台ある。大人数で来たわけじゃなかったのか。3人でした。ヨシオ、ババア、もう一人のこいつはどんなやつ？女性、40代、武器、デカめのハサミ、多分この刃カットするやつ。ヨシオよりやべえやついましたね。俺の体力で自転車から逃げ切るのは無理だと判断し、俺は自転車をパクリ逃げることにした。逃げ切れるか不安だったのでもう一つの自転車をこかして思いっきり自転車を漕いだ。後ろからヨシオがショットガン発砲してきたが俺は避けまくった。俺はもうダッシュで交番を目指し通報した。すまん、そして通報して今に至る。通報して、奴らは捕まったのか。無事捕まりました。みんなババアの子供だったんだ。とりあえずオツ、もしかして、詳しく書かない理由イコールここに報告しないつもりだった理由。ちなみにここから先あんまり話せないこと多いんだけど警察このスレ見てるぜ。実況してたスレもチェックされてて、画像消せって指示も警察。マジで、でも、よかったじゃん。警察も、そこまでしてくれて。イエーイ、警察の人見てる。生きててよかったお。でもこの事件で精神的に結構やられましてご飯もあんまり食えない状態なんだぜ。てかお前らあんまり警察煽るなよ。そして新事実なんだがババア家族はウトロじゃなかった。近くの不衛団地に住む奴らでした。ウトロ地区の人などとトラブル結構起こしてたみたいで時々深夜に現れては窓割ったりしてたみたいな人たちなんだ。もともと一の家とトラブってる人たちではなかったのかな。ま、報告はこれで終わりだ。お前ら1ヶ月おつ。あと俺が本物の1かどうか信じるのはお前ら次第。じゃあの。取りバレしてないはずなので多分本物です。こうして1は去っていきました。おつ、何回ミシンだけど、遭遇できて嬉しかったお。本気で探偵ナイトスクープに手紙出そうと思った。ごめんねごめんね、釣りだと思っててごめんね。てか、釣りでもよかったかも。カンテレ、災難だったな。荒垣もマジでオツ。住人たちも一を惜しんでいました。すると、夢に吉尾が出てきて目が覚めた。数日後にまた現れてその後もグダグダとやっていましたとさ。いかがでしたか？釣りと疑っていた人たちも最後には信じていましたね。私は釣りにたいなぁと最後まで思いましたが、犯人たちが逮捕されたみたいな記事とかあればもっと面白いんでしょうがね。皆さんはどう思いましたか？ぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。